はい、皆さんこんにちは、ビューティーです。今回はおそ松さん妖怪ウォッチコラボ企画、夏休みでスーパーボンバーマン GB3 を実況していきたいと思います。今回はアチアチのボスをやっていきたいと思います。3CC3CC の A018 A018。 よし、これで間違いないです。敵のヘッドが現れたぞ。全力で戦うのだ。というわけでこいつと戦っていきたいと思います。今回はこうしてる間はもう全くダメージ受けないんですよね、相手。マジか、死ぬかと思った。マジか。おお、やったー。で、これをどんどん、こうやってどんどん倒していきたいと思います。今回は、そうですね。実は私、肉が好きでしてね、特に牛肉なんかが好きなんですよね。で、やべえ。危ない危ない。牛肉が好きで、その次に豚肉が好きですね。肉はとにかく。で、3番目が鶏肉ですね。なんか中にはマトンっていう羊の肉もあるらしいですけどね。よく食べたことないのでよくわからないんですけどね、マトンに関しては。マトンっていうのがあるんですよ。マトンっていうのがあるらしいですね。倒した。一応倒しましたね。マトンっていうのがあるらしいんですよ。ちなみに私は、マトンは食べたことないですね。マトンは全く食べたことがないんで、よく味はわからないんですけど、なんか栄養素は豚肉、鶏肉、そして豚、鶏、どれも豚肉、鶏、牛、鶏ですね。それらをはるかにしのぐ優れた栄養素を持っているとか、そういう話がありますね。そんな感じですね。今回はそういう感じで、よくちょっと聞いた話なのでよくわからないんですけどね。ただ美味しいことには間違いないです。ちょっと癖があるのかもしれませんね、マトンは。では今回は、そうですね、今回そんな感じで、今回はこのステージクリアしたらもう終わらせたいと思います。てなわけで、今回は早いところもこうやって終わらせたいと思います。ふう、バカめ、このテレポート猫を倒せば。とにかくこの上の方からやっていきたいと思います。これで、よし。で、このタイミングで爆弾。それで、このままやっていきたいと思います。こっちから攻めていきたいと思います。じゃないと、こっちは向こうからやると大変なことになるので。では、こっちをどんどん、ソフトブロックをどんどん破壊していきたいと思います。そうですね。もうダッシュ使っても一気に、できればもう5分以内にはこのステージをクリアしたいと思います。そうですね。結構よーし。危ない。いや、待てよ。この手があったな。なんでこの手を使わなかったんだ。いいや。とりあえずこいつを使って。よーし、こう。こうやってどんどん、やっていきたいと思います。では、このまま一気に、進んでいきたいと思います。そうですね。フルパワーなのでちょっと、よし、そろそろもう、ちょっとグダグダな感じにはなってしまいましたが、今回はこの辺で実況プレイを終わらせていきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。